初音ミク B3 はですね、英語版もございますので、英語版の方の、歌詞の入力も、ご紹介させていただこうと思います。こちらにまた、リージョンを作成しまして、ダブルクリックしますと、こちらに、ピアノロの画面が現れまして、あえて、短めな、ノートを、打ち込みます。ラというふうになっていますが、これだけ打ち込んでやります。ここにですね、あえて長い、歌詞、長い単語ですねを、入力してみたいかと思います。例えば、コミュニケーションですとか、このように、入力しますと、英語の文節ごとに、ノートが、生まれるようになっております。こちらの方ですね、もう一度ちょっとこちらの、歌詞の入力画面を、出しますが、詳細設定というふうに、なっておりまして、余った歌詞の、ノートを追加というふうに、切り捨てノートを追加、最後に、最後のノートにまとめるというのを設定できるんですが、ノートを追加というのを、選択しまして、8分の1で、追加されるように設定しましたので、このように、なりました。で、こちらも、編集音程などを編集しまして、もう一度再生いたします。このように、編集が可能になっております。それとピアプロスタジオはですね、コーラスを作る場合にですね、非常に、便利な機能がありまして、こちらにですね、本当に、単純な、コーラスの、リージョンというかですね、C でそのままラーラーと、打ち込んでるのがあるんですが、こちらをですね、今、この01というトラックに、1つだけ、刺さってるんですが、こちらを、下の、トラックに、コピーしまして、この、3つをですね、選択いたします。同時にそして、ダブルクリックいたしますと、こちらですね、今、レイヤーされた、形で、01、02、03の、トラックがレイヤーされた形で表示がされています。ですので、例えばこの、ノートを、持ってったり上に持ってったりとか、しますと、本当に、こう単純な C の、メジャーの、コードを作っておりますが、このように、再生されます。で、ループのポイントも、一応設定しておきまして、こちらも、プレイバックしながら、編集が可能になっておりますので、例えば、この真ん中のノートを、下にずらして、このようにリアルタイムに、聴きながら、編集することが可能になっております。マイナー